俳優の田中圭が、今日30日に放送される日本テレビ系バラエティ。番組、しゃべくり7、毎週月曜22時チルダ、に登場する。しゃべくり7に出演する田中圭トークでは、休みの日の過ごし方についての話題に。家族と過ごすという田中だが、子供とのおままごとが苦手、だということから、しゃべくりメンバーと実演をしてみることになる。また、日頃の楽しみを新しく見つけたいという田中のために、田中としゃべくりメンバーが、自分なりの、小さな楽しみ、を紹介し合う企画も展開。ドラマ、オッサンズラブ、テレビ朝日、で再ブレイク中の田中にかけて、新たな趣味を見つけろ、3の小さな楽しみ007、と題して行われるが、果たしてどんな楽しみが紹介されるのか。CNTV、本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。